上が誘拐集合、下が非誘拐集合を模式的に表したもの。ただし、下の方は枠を超えて右方へ延々と続くものとする。数学において集合が誘拐である、または誘拐集合であるとは、ある種の差し渡しの大きさに関する有限性をそれが持つときに言う。誘拐でない集合は、非誘拐であるという。単純平曲線はそれを境界として、平面。 R2 を誘拐及び、非誘拐な2つの領域に分ける。順序集合とその空でない部分集合を A を考える。X の元 L が、A の任意の元 A について AL を満たすとき、L を A の上階といい、上階を持つ A は上に誘拐であるまたは、上から抑えられるという。また、X の元 L が、A の任意の元 A について LA を満たすならば、L を A の下階といい。 抱えを持つ A は下に誘拐である、または下から抑えられるという。上に誘拐かつ下に誘拐な集合は単に誘拐であるという。順序集合が反順序に関して最大元及び最小元を持つならば、この反順序は誘拐順序である、または X は誘拐順序集合であるという。誘拐順序を持つ順序集合 X に対し、 部分集合 S に順序を制限したは、必ずしも誘拐順序にはならない。距離空間の部分集合 S が誘拐であるとは、S が有限な半径を持つ玉で覆えることを言う。すなわち、M の元 X と、整数 R0 で、任意の S の元 S に対して D、R となるようなものが存在するとき、S は誘拐であるという。M がそれ自身を M の部分集合とみて誘拐である。とき、 D を誘拐距離関数といい、M を誘拐距離空間と呼ぶ。ここで S が空集合でないときは、中心 X を S の元に選ぶとしても同値である。また同値な特徴付けとして、S の直径、ダイム S、イコールサ DXYS が有限というものがある。ありがとうございます。